人生の扉オープン・ザ・ストーリー」皆様こんにちは「人生の扉オープン・ザ・ストーリー」の時間です。パーソナリティは私米沢友里がお届けします。この番組は育児ママの日常エピソードやお悩み相談乳がんなど病に挑む女性たちに送るメッセージなどを中心にお届けしてまいります。ね、え11時ね水曜日の11時。 にえー、この番組を引っ越ししして第2回目となりました今まではね、金曜日の夜に放送去年の夏からしていたんですけれども、聴いているリスナーの方々もきっと今、育児にね、こう頑張ったり、あのお昼の準備しているママたち、あとお仕事中の男性の方々など、いろんな方、えー、今までと違うリスナーの方との出会いがあることを今、楽しみに2回目を迎えております。皆様。 温かく迎え入れて聞いていただければ嬉しいですえ今週の放送番組の前半はママたちのお悩み相談、食育についてお届けしたいと思います後半は私たちの乳がん物語という題名で、えー、乳がん病に挑む女性たちに送るメッセージの方を届けていきたいと思います またこの番組は皆様の日常のお悩みや頑張ったエピソードなどもメッセージにて随時募集しています。メールアドレスは 761fmcosa.gmail.com リクエスト曲もお待ちしております。またこの番組は皆様の日常のお悩み頑張った、あ、そうですね。失礼しました。2回目。ちょっと間違いました。はい。 番組は番組終了後、FM、MM、コザの YouTube ライブで映像と音声、そして過去の映像も含めてお楽しみいただけるので、ぜひご覧ください。今週のこの放送は、ちょっとゴールデンウィークなので、実はちょっと収録させていただいてます。すいません。なので、ツイキャスはお休みです。ご了承ください。それでは一旦 CM です。人生の扉、オープンダストーリー。 今週の前半のコーナーは、育児ママのお悩み、食育についてお届けしたいと思います。皆様ね、あの、お子さんたちの食事、もちろんパパとかね、一緒に住んでる家族の食事もそうなんですが、特に子供たちの食育について、どういうふうなお悩みがあったりとか、あとはどのように対策を練られてるか、ちょっと伺いたいなと。あと私、まだね、マンマになって、まだ 5年目新人です。だけれども、私なりに今感じてることとかあの、知れたことなどを共有できたらなというふうに思っております。ちょうど、あの、うちの息子はめちゃめちゃ体大きいんですよ。びっくりするぐらい。あの、毎日保育園から写真が 夕方5時になると届くんですけど、クラス間違えたのかってぐらい、一人だけ頭一つボーンと大きくて、体格もがっちりしてて、あの、周りのママたちからよく、何を食べさせてるのっていうふうに言われていて、逆に子供が食べなくて困っているっていうママたちの方が、うちの保育園では8割型。で、うちは2割型の逆に、 食べ過ぎてて困るから止めているって親でまあ子どもの成長もともとの体格とかあ,のあるのであのそれぞれなんですけれどもとりあえず食育について生まれた瞬間からまずミルク母乳で育てるか粉ミルクで育てるかってあの母乳論争みたいなところからね始まって私もねこれ。 どうしたらいいかわからなくて、よく母乳で育てないと子供は不健康になる説とか昭和の時よく言われていてね、あの生まれる前からいろんな育児本を読んで、え、私はどうなるんだろうわかんないわかんない。ネット検索してももういろんな論争が繰り広げられてて、わかんなくて。でも私の出産した病院は、生まれました。で母乳します。 そしたらミルクも出します。もう病院から何もあの選択肢、何もなく、両方、両方でスタートしました。あれと思って、何でも、はい。あ母乳あんま出なかったね。じゃあ、ミルクで足しましょうとか。あ、ママ、ちょっと今日疲れてるよね。じゃあ、じゃあ、ミルクでいいわ。みたいな、そういう感じでした。で、その後も、あの離乳食の時期に入って、私、ドラッグストア、今ね、いろんな味でパックでも離乳食売ってるんですよね。 ちょっとコストかかるんですけど、私はもうほとんどそれで離職をしていて、まあ、当時私の母、めちゃめちゃ怒られましたね。子供にそんなもの食べさせてなんて。でそういうのも良くないっていうね、論もあるんですが、やっぱそこで悩みました。じゃあ一体どうしたらいいの私、料理めちゃめちゃ苦手。ほんと苦手。どんなに可愛い 子どもでも苦手なものは苦手で努力はするけど作れないんです。あとはまあ0歳から2歳っていうのは本当に寝る暇もないのでもうね食事のことあと旦那さんあ私今シングルになったんですけど旦那さんのお料理どうしようもう自分なんて一日1回あのパンを口にポンって1個かじるしかも時間がないような時間の中で子どもの食 成長をどんどんしていく食どうしたらいいだろうと思って頭がパニックになってであの一だあそこですねあの区から当時私渋谷区東京の渋谷区今違うんですけど住んでたんですけれども区のところからあの人が来てあの今ちょっと育児のーゼになってるからもっと自分にとって苦手なものをね少しでも楽にしなさいじゃあ私粉ミルクなんですけど離乳食パックやってるんですけど 私はダメな親ですかって言って涙流してたら何言ってんのよ今はね逆によくできてるからねそれでママの負担がね和らいでママが少しでもストレスなく少しでも自分の時間取れるならいいのよ遠慮なく使いなさいって今のものは粉ミルクもすっごく栄養がよくできてるからね母乳が出ないママは粉ミルクでいいのって 疲れてるママはこのミルクでいいの。離乳食もドラッグストアも大丈夫なの。ね。大丈夫だから。今はよくできてるから、子供のために。で食で大事なのは、ね。あの、料理が苦手だろうが、なんだろうが、一緒に食べる。もしくは忙しいママだったら、その子供が食べてるとき、ちょっとね、会話をしてあげる。そういうね、愛を伝えるっていう行動がすっごく大事だから、 そういうことなの、食育ってって時に、すごく気持ちが楽になりました。今も料理下手なんですけどね、保育園が栄養をすっごい考えてお昼食べていてくれるので、夕飯はもう唐揚げとか,から、カレーシチューみたいな、もうそんな感じなんですが、でもし、もう元気いっぱいしっかり大きくなってるので、 なので子供に言ってるのは、もうよく食べて、よく遊んで、よく寝なさい。あなたの仕事はこれです。っていうのを、小学校入ったらね、よく勉強も入ってくるんですけどね、っていうことにしてます。なので、今悩んでるママたちね、うちの子が食べないどうしようとか、じゃ大丈夫かな私こんなんでいいのかな悩みすぎない。一緒に食をすること、ね、多くても少なくても。 で子供にそこが大事なのかなっていうふうに私5、まだ5年ママですが私が経験した範囲ではこんな感じでした。とはいえ、一つぐらい専門家の意見ちょっと見てみました。YouTube でね、最近テレビでも出てくるようなったてい先生って男性の保育の施の先生の私 YouTube よく見るんですけど、その先生がもし好き嫌いが多くて食べない子に関しては食べなさいは絶対 NG。余計食べない。私もそうでした。トマト食べ終わるまでも絶対もうダメって言われて、泣きながら食べた嫌な思い出なんですよね。トマトイコール嫌な思い出みたいな。そうじゃなくて、もう食べなくてもいいから、あの、トマト何十回でも食卓にもとにかく出す。目の前でママたちがおいしい、おいしいって食べてて、そのうちちょっと一口挑戦したら、おお、挑戦したおお。 そうして継続出すと自然とそのうち食べれるようになるから、ママたちもキリキリしないでるとお互い負担がないよ。そうやって嫌いなものは克服子供は自然としていくし、そうやって自然と成長していくからキリキリしないでね、みたいなことを言ってました。もしこれが皆様のお役に少しでも立てると嬉しいなと思い、今日は食育についてお話ししました。 それでは、今週の1曲目、今週のパワーアップソングはこちらを選びました。すくすく愛情の中で育つ子供たちを信じて、ね、私たちママ、パパたちは無理せず、そして前で支える方々、暖かく見守っていきましょう。はい、えー、アニーで、えー、トゥモローです。人生の扉、オープンダストーリー、 はい番組後半は私たちの乳が物語をお伝えしたいと思います番組がねこの水曜日にお引越ししたということで、えー、前回の夜9時からお聞きになっている方は最近聞いたよっていう内容にはなるんですがせっかく新しいリスナーの方との出会いもあるので改めて乳がフォトについてお話しさせてください、えー、私 2021年、子供が2歳の時に乳がんになりました。今はおかげさまでね、あの全部摘出して再建、手術終わり、あとは、ね、乳頭のアートメイクという作業があるんですが、それをもって終了にはなるんですけれども、母も乳がん、ね、うちはがんかけ、遺伝性乳がんだったので、えー、いろんな経験しました。父はねあの 天国に旅立ったんですががんというものが身近にありでがん自体2人に火がなるそしてこの乳がんというのは40代をピークに9 7人から9人に1人なので今職場のね方々周りファーッと私たちの1人から2人は乳がんに罹患しやすいという状況がもう現実的に数字となってあるのであの他人事ではなく周りにいる大切な人 仲間、職場の方々もなる可能性がとても高いので、そういう存在であるということを知ってほしいという思いから、このコーナーを設けております。で、私、ニュアンになって、もう全摘してね、くくんと落込んでる時に、知り合いのカメラマンに、息子とのツーショット写真をあの気分転換においでって撮ってもらいました。 その頃ね胸の形変わって本当にちょっとねうつ状態になって薬飲んでたんですけど写真を見たら私がまあ楽しそうな笑顔だったんですね、まあ、その瞬間ポンと撮ってくれたんですけどさすがプロのカメラマンその自分の姿見てあ笑顔でいること自分の好きなことをしている時とか好きなものを見つけている時はあ私こんなに楽しそう幸せそうな顔するんだっていう時に 体の形は関係ないってことに写真を通して知りました。なので私はそこから乳がん専用のフォトというサービスを去年から始めました。でこれについてはまだスタートラインで5月21日、東京になるんですけれども1年間いろんな乳がんに挑まれた女性たちのフォトを撮ってきました。その展示会をしてそこからスタートに たくさん挑んでる方挑まれてる方を写真を通じてそ,のそれぞれのフォトストーリーを通じてでいろんな今の頑張ってる方周りの方に乳がんにはねと共に生きる生き方についてのヒントになる生きる力になること届けられたらいいなと思って始めております是非ね東京なんですけれどもあの来る機会 ちょうどその機会行くよっていう時とか、お友達いらっしゃる方は、ぜひお立ち寄りいただければ嬉しいです。YouTube で、あのちょうど QR コード表示してるので、よかったらそこからちょっとピッて <laughs>、あの、QR コード見て覗いてみてください。そうしていただけたら嬉しいです。はい。ではこのコーナーの私のおすすめの曲、お約束の曲となっております。MISIA さんで愛の形、お聴きください。 さて、エンディングのお時間となりました。人生の扉オープンザストーリー、いかがだったでしょうか女性目線のトークですけれども、ぜひ男性の方もあの楽しんで聞いていただけると嬉しいです。はい、えー、11時台。 お昼になりましてね、2回目の放送となりましたが、これからどん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 育児ママ、そしてパパたちの声もねツイキャスなどと通じて、あとメールにメッセージ、どしどしお寄せいただけたら、私も力になりますし、逆に、ね、いろんな意見とかアドバイスもらえると嬉しいなと思います。交流しながらの番組に 盛り上げていきたいと思いますのでぜひこれからも毎週水曜日11時楽しみに、えー、耳を傾けていただけると嬉しいですまたゲストもお迎えしながら番組も届けていきます私出たい僕出たいっていう方も遠慮なくあの手を挙げてくださいはい、お会いできるの楽しみにしていますそれでは、えー、お相手は米沢ゆりでした この番組は、花ある人生をお届けする株式会社、リアンペールの提供でお届けしました。それではおやすみなさい。あ、おやすみなさいじゃないよ。これ金曜日の癖がついちゃった。おやすみなさいじゃないですね。<laughs> すみません。前回のね、もう今までの癖が喋っちゃった。違います。これからも午後、皆さん頑張っていきましょう。それではまた来週。